はい、どうも皆さん、こんにちは、ミタでーす。ういうい。ということで、本日はですね、テンスアニバーサリー生放送やってきたよ、新情報いっぱいあってびっくりしたよー、ということでやっていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、10周年生放送が来て、しかも、3月10日にね、まあ、でっけえアップデート第1弾が来ると、まあ、あの、2回目のアップデートが3月の2週間後かな、25とかに来るんだけど、もう、でかアップデがもう10日に来るということで、ちょっと、新情報と共にチェキしていきたいなというふうに思います。はい。いや、正直ね、盛りだくさんだったね、個人的には。はい。まあ期待しながら見ていきましょう。まあまず一つ目がアニバーサリー前夜祭キャンペーン。めっちゃ多いんで、まあ飛ばし飛ばしでいきます。まあキャンペーンが今やってるよっていう告知から始まって、まあドロップアップキャンペーンもやってるよっていう告知から始まりました。で、3月10日にテンスアニバーサリーキャンペーンが開催されますと、はい。スタンプログインキャンペーン限定クエスト、消費トレジャー A をよろずやサポート、APBP 半額、ぼじゃ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 みたいな感じでありつつも、あとね、まあ、高野菜キャンペーンもあると。4月14日までキャンペーンがずっと続いていく、みたいな感じかね。うん。で、さらに、3月10日より獲得 RPXP10 倍キャンペーンが開催されますと。まあ、10倍は最大値が決まってるんですよ。最大値が決まってんだけど、まあ、10倍でその間もらえるっていう、まあ、激うまクエストだね。まあ、前半後半に分かれてて、前半が3月10日から3月22、後半が3月10、22から3月31、みたいな感じになってます。ランクキャップ解放が来てんだけど、いつ来るんだっけ、ランクキャップ解放。なんかランクキャップ解放25じゃなかったか？ごめん、ちょっと先に飛ばして見させていただいてもいいか？3月10日か。ランクキャップ明日ですね。うん、明日開催なので、まあ、特にこの、無駄に損する期間はあんまりないかな。うん。RPXP10 倍っていうのが、まあ、ランクキャップ解放と組み合わさってると、まあ、今現在ランク上限に達してるよっていう人は、ちょっと損するかなって思ったんだけど、あんまりなさそうだね。前半から、美味しくいただけそうです。で、次、アニバーサリー記念ミッション。で、スカイスコープの記念ミッションとしてアニバーサリー記念ミッションを追加と。で、記念ミッションは、ほぼログインだけで達成できるミッションクリアで、リミテッド武器確定ガチャチケ。うん。10周年武器交換チケット。や、壁礼、時の流砂。だったの。アイテムが獲得できる。明日の5時からスタートですね。激うまじゃない？やばいよね。もうこれはやらざるを得ないよな。さすがに。覇王昇降券ぐらい出さざるを得ないわ。で、グラブル10周年大感謝祭を開催予定ですと。期間中10日ログインするだけで、金剛賞、時の流砂、召喚石、6流シリーズと交換できるチケットなどが手に入ります。忘れずにログインをして豪華なアイテムを手に入れようということで、ログインすると1日1個豪華なアイテム。うん。やばいね、これもね。クオン、キンムーン、10周年チケット、6流地形、属性ケージセット1、時の流砂、スペリオルシリーズ交換地形、レバンス交換地形、金剛賞ヒヒロカネ。やばいだろ。もう、もらえすぎな？すごい、なんか、今年は大盤振る舞いだなと正直思いましたね。で、10周年武器交換チケットをプレゼントしますと、10周年交換チケットは、まあ、アゴナイズとかも来てますね。うん。今年は最大3枚入手可能ですと、3月10日19時以降に、全プレイヤーに配布、うん、いやまあまあアゴナイズおすすめかなまあアゴナイズでしょうって感じだけど、マンデトとかもあるんだね。はい、まあ、これで初心者をブーストしていってっていう感じかな。で、アニバーサリースキンセットが販売ですと、まあ、ルリアとランスロットということでね、うん、まあ、この2人が3月10日の19時より販売開始。ナインスアニバーサリースキンセットの方も、再販が決定してますね。うん、で、テンスアニバーサリーガチャセット。10周年を記念した特別なガチャセットが登場。リミテッドキャラクターが交換可能ということで、リミテッドキャラ、期間限定キャラ、火曜武器、召喚石は交換可能。うん、これも3月10日より開催だね。いや、うまいね。で、テンスアニバーサリースタレー。季節限定のスタレーのやつかな。うん、対象の期間限定キャラ解放武器が確定で入手できる。さらに SS レア確定ガチャの装備を、自分で10個選べる。これ、去年あったやつだね。めっちゃ良かったやつだな。うん。SS レア確定ガチャの、まあ、スタレを作れるんだよね。
これ火水土の中で10体選んで、例えばじゃあ火水土の中だったら誰欲しい、まあナタク欲しいでしょ、ナタクとかビカラとか、まあそのあたり10人をポンポンって選んで、うん、でスタレを回すんですよ。したら 10% の確率でその中から選べるっていう、自分で作れるスタレみたいな感じだね、うん、飼育菓子みたいなやつだな。で、風光闇とかだったら、まあイルザーとかハロリッチョとか、まあそのあたりをぶち込んで、また 10% で回せるみたいな、うん、自分で作れる街のお菓子屋さんみたいなスタレだね。で、テンサーアニバーサリースターレジェンドガチャセットということで、こちらの方も10個選べる。これあったっけ昔。フェスのキャラも選べるんだね。フェス限定キャラ解放武器を、確定で入手できる。さらに SS レア確定ガチャの出現装備を自分で10個選べる。リミキャラとか選べるんじゃない、ここら辺。レジェフェス、グランデフェス、それぞれのセットを1回ずつ購入可能。すごいなぁ。いくら飛んでくんだろう。いくら飛んでくんだろうな、すごい。え、だってこれだけでさ1万2000円じゃん。でも回さざるを得ないな、さすがに覇王昇降券ぐらいな。新たなチャットスタンプを追加ということで、最近さ欲しいスタンプがあるんだよね。あのドンマイみたいなやつ、ドンマイみたいな、ルシゼロのさ、ノラのやつやるとさ、結構なんか 20% の試練解除失敗しました、ごめんなさいみたいな感じのあるときにさ、うん、まあ、ドンマイって打ちたいんだけど、撤退しますぐらいしかないんだよね。めぼしいやつが。ドンマイっていうなんか、いい感じのスタンプが欲しいんだけど。わかる？これ最近ね。まあ、ちなみに俺最近ルシゼロは、1ターン目のジエンド超えるの失敗して、ノラのルシゼロ破壊しました。すいません、マジで。破壊してしまいました。3月10日に19時のクラシックガチャがリセットされますと、まあ、クラシックリセットされるから注意。もうクラシック影薄いよなぁ。で、クラシック2を追加予定ですと、うん、2016年3月10日から2018年3月9日のレジェンドガチャから登場した SS レア装備が出現。従来のクラシックガチャはクラシックガチャ1として引き続き利用可能ですと。まあ、ティアマトとかユグドラシルとか、まあ、あと石芝とか、まあ、そのあたりが出るみたいな感じかな。うん、まあ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 、結構やっぱインフレがありますからね。グランブルーファンタジーというか、どのソシャゲもそうだから。うん、さすがにちょっとそそられはしないかもなっていうところがありつつも、ここできました。19時よりステップアップクラシックフェスが登場予定と。クラシックガチャ1と同じラインナップの300連ガチャをお得に引くことができますということで、クラシックガチャ1と、クラシックガチャ1の天井ができるっていうような感じかな。うん、3月10日よりスタートするんだけど、まあ、100連までは無料で、200連目までは1500モバコイン、300連までは3000モバコイン。だから、まあ、これで、これでなんか3000モバコイン、4500モバコインで1天井できるよ、好きなの取れるよ、みたいな感じかな。だから、アレーティアとか、アルルメイアとか、あのあたりってここに入ってたよね、クラシックガチャ1に。まあ、そういうのを取るチャンスになってるのかな。まあ、昔のキャラだけどクソ強ぜ。で、キャラクターを、まあ、ここの4500円で取れるかも、みたいな感じだね。うん、俺はさすがに全部持ってるから回さねえけど、まあ、無料分だけ回そうかなって感じだね。で、次。3月10日から4月1日。わ、これプリコネみたいなやつ来たんだよ。期間限定育成パッケージ販売予定。武器育成パッケージと召喚石育成パッケージの2種類があり、どちらも育成に役立つアイテムとレジェンド10連ガチャチケットがセットになったお得なパッケージですということで、5000モバコインで武器育成、石育成って言われて、これ1枚目出されたのよ。いや、いらねえだろって。プリコネと似たようなの来た、いや別にいらねえって思ってたんだけど、ポチーで。ダマスと混合が入ってんだよね。どっちも5000円、5000円でしょこれ。ひー、ま、混合は買いたくなるかもな。ダマは悩むよね。うん。まあ、俺買うけど。まあ、ただ、10連チケも入ってんだよ。どっちも。だから、3000円、ま、もともとその混合確定スタレとか、ダマ確定スタレの損してるバージョンみたいな。ノリかな、個人的には。うん、まあ杯とかも一応ついてて、ハンジルとかエリクシール、全汁だね、エリクシールだから、まあ、全汁とかパウダーとかついてて、まああとウェポンボーナス結構嬉しい人も多いんじゃない、最初の方だと。うん、ウェポンボーナスとかサモンボーナスとか、まあこのあたり意外と足りない人多いかも。なので、まあ5000円払う価値はギリギリあるな、まああるなって感じかもしれない、俺的には。うん、まあ払っても良いかぐらいな感じだけど。うん、また1万円飛んでくか。で、これよ。
新しく来たのよ、10周年にして。俺もねちょっと思ってた、バトルパスみたいなさ、月パス、マンスリーパスみたいな、あのブルーアーカイブみたいなさ、パスあってもいいんじゃないかって思ってたんだけど、うん、ついに来ましたね。購入することで30日間様々な特典が付与されるプレミアムパスを追加。購入のたびにプレミアムポイントが貯まり、様々なアイテムと交換できますと、うん、3月10日メンテナンス後販売開始。うわ、これは楽しみですね。専門箱インだって。で、購入時にキャラ育成アイテム、至極3、各属性耳飾り1。これ嬉しいね、普通に。で、マルチバトル挑戦回数アップ。プロ対象クエストは挑戦回数2倍ということで。まあ、プロ、まあ、これ、うまいよな、普通に。で、AP、BP 回復アイテム毎日もらえる。で、よろずやサポートレベル5解放。うん、これは、で、これは別になんか自分で使わなきゃいけない感じだよね。そんな常時解放じゃないよね、さすがに。武勲栄誉の輝き、獲得量&上限2倍。まあ、武勲栄誉はね、交換するもの今んとこあんまないって感じ。ただ、アップデでね、武勲栄誉の交換先がちょっと追加されてたんで、まあ、そこはちょっと後々かな。で、購入ごとにもらえるプレミアムポイントをアイテムと交換できる。ということで、まあ、マルチバトル挑戦可能回数アップが嬉しいかな。自発もゼロになんねえかな言い過ぎ。で、購入ごとにもらえるプレミアムポイントはアイテムと交換できるんだけど、クオンの指輪が8と、まあだから8ヶ月かな、これおそらくね、うん、オプティマスグローブが4。結構うまくない？クオン8、混合8で、おー、まあ1000円だったらこれは別にいいかなって感じ。まあ単純計算8000円だけどさ、まあここら辺のなんか報酬とか見るとやっぱお得寄りな感じの気がするね。うん、個人的に言わせてもらうと、あのグラブルってさ、トップページというかマイペあんま押さないんだよな。俺のめっちゃどうでもいいさ、あの話をしたいんだけど、あのマイページボタンを押してさ、トップページに行くとログボもらえるじゃん。俺さ、URL で飛んで、ブックマークで飛ぶからさ、あのトップページ行かずにグラブルやって寝るみたいな、そのままログインせずに寝るみたいなことがたまにあるんだけど、なんかそのあたりこう、ログインの基準が少し変わると嬉しいなとか思ったけど、さすがにないと思う、今後も。今後もないと思うけど、俺的には、あのトップページ、マイページに行かずにグラブルを、楽しんでそのまんま一日が終わるパターンがたまにあるから、うん、まあ、ちょっとそのあたりとか考えるとね、この毎日もらえるもトップページに行かないともらえなさそうだから、ちょっと調整入ると嬉しくはあるけど、さすがに強欲感もあるって感じだね。で、そうだね、ここ武勲の輝き、栄誉の輝きの交換ラインナップが追加されますと。はい。で、武勲の輝きには、まあ、アニマ系と、馬発のとかもあるね。まあ、俺、強馬派自発したいけど、救援あんま行かないので、馬発の交換とか結構嬉しかったりするね。うん。王竜国霧のアニマとかも追加されます。まあ、武勲マジでね、交換するもの最近ないので、まあ、結構嬉しいなって感じ。で、栄誉の輝き。栄誉もね、あんま交換するもんないなと思ってたんだけど、至極の指輪が、交換追加。耳飾りも追加。うん。で、まあ、顎も交換できるんだね。月1本5000円。まあ、顎ナイズとかは交換してもいいけど、まあでもそんな、なんか自発頑張って、最低限自発頑張って、あの、上限解放素材とかはちょっと見といた方がいいかもな。上限解放素材分集まったら、ここの交換しといて、なんか後の穴を埋めるみたいな感じがちょうど良さそうだけど。うん、まあ結構ね、ここら辺の交換ラインナップ追加されたから、プレミアムカス、カスじゃねえや。プレミアムパスを買う価値があるのかなって感じでしたね。はい。で、ムーン交換ラインナップ在庫追加ということで、ケージはもともと1個までだったんだけど、さらにもう1個ケージ交換が追加されました。俺まだ交換してないんだよな、ケージ交換。シルバームーン、あ、でもシルバームーンも追加されるんだ。シルバームーンは交換して、ゴールドムーンどうしようかなって悩んでたんだけど、交換しようかなーって感じだね。うん。まあなんでかっていうと、ここリミテッドシリーズ6種に覚醒システムを新たに追加予定ですと。で、さらに今回から新たなる覚醒タイプ連続攻撃が登場しますということで、まああのここら辺の渾身2側ですね、渾身2の武器たちに、新しく覚醒が追加される。まあこれはあの生放送、12月の生放送の時にやってたね。で、タイプが、記載されました。すいません。
で、戦場は連撃回復。連撃ってのはちょっと後で説明ですよね。大祭請求が大きい浴びだめ。一語一振り連撃回復。虚無の克服が攻撃浴びだめ。エデンが連撃回復。ポールンが連撃回復。ということで。まあ、連撃回復がやっぱ多いっすね。まあ、さすがに渾身2、普通に、後陣戦場系統の武器に、攻撃つけてしまったらぶっ壊れちゃうんで、まあ、さすがに無理かって感じなんだけど。で、連撃タイプは TA 率が 10% 上がるっていうような感じになってるね。うん。まあ、過去なくても TA 率が 10% 上がるっていうのは結構魅力に感じることも多いんじゃないかなって思いました。まあ、例えばだけど、ベルゼバブとか、うん。ベルゼバブとかってさ、片面加護とかにしがちじゃん。ベルゼバブ、ゼウスとかね。ベルゼバブ・ハデスとか。まあ、そういう風になりがちだと、TA 率そこで 50% 稼げちゃうんだよね。うん。主人公が。そのまま TA 率なんか 100% まで持っていくってなった時に、この連撃覚醒は意外とこう、ちょうどよくハマってくれそうな感じがしなくもないっていうところだけど、まあでも DA 率 20% はほぼ使わないと思うんで、どうなんでしょうね。土、一語一振りとかは、まあフルンティングプラス連撃一語一振りで TA 確定とかね、フルンティングが。まあそういう動きができそうかなとかはパッと見思うけど、うん。まあでもやっぱ虚無の克服攻撃じゃない？これがクソ強いような気がするな。うん。といったようなところですが。で、12本の武器に新たに最終上限解放が追加予定。これもでかいよね。ソロモンアクセル。まあ火の、バールだね。ブライト&サイレンス。これはなんだ？ブライト&サイレンス。なんか なんかあれだね、モンスターハンターのゴアマガラの武器みたいな名前してますけど、これあれか、メイドのやつ。あれな。かもしれん。氷昇人、これ誰だっけ？フェディエルフロート。まあ、これフェディエルの水着フェディエル。ウルジュワーニー、これ誰だっけ？土の、なんか、顔が黒くて、なんか心優しい暗殺者の少年だっけ？富岳ケイユミ。これあれか。フォリアか。うん。土フォリアかな。で、これが、ネクタルでしょ？モニカでしょ？サンセットブレイズ誰だっけ？風の剣？うん。で、USOC。で、クラリス来たのよ。見て、光クラリス。光クラリスの武器頼んますよ。でもどうせさ、これ、費用とかだったよね。なんか、費用エクシード後陣みたいな、なんかそんないつもの武器だったから、多分伸びは悪そうかな。で、闇あずさ。まあ、ここら辺どうなるかって感じ。で、ランク上限を350から375に引き上げということで、まあ、今回は分身してますね。この3人の誰かわかんないですけど、分身してますわな。で、次、新機能オーバースキル。これも注目だね。一部の武器スキルが上限を超えた効果量の分だけ特定の効果を得られるようになります。これでやばいのがさ、オーバースキルクリティカルなのよ。これやばくない？クリ率が上限を超えた効果量に応じて武器スキルによるクリティカルの攻撃倍率が上昇。だから、50% なんですよね、クリティカルって。武器クリは 50% なんだけど、これオーバークリティカルすると、まあ、その 50% が増えてくってわけだよね。まあ、倍率がどんぐらい増えんのかっていうのにもよるけど、まあ、53% とか 60% とかになるわけじゃん。うん。まあ、溢れさせるメリットはあるというか、溢れさせても問題なくなるっていう意味では、サンダルフォン、光サンダルフォンのリミテッド武器とか、まあ、あと、ゼタヤリ、オーバーライド。うん。あのあたりとか組み合わせて、まあ、クリ率 100% オーバーとかにしても全然問題ないから、うん。まあ安心していられるなっていう感じはするね。で、オーバースキルリミット。ダメ上限が、上限を超えた効果量に応じてダメ上限上昇というこ、ダメ上限が緩和。まだ、よりダメ上限上げられるけど、まあちょっと伸び率が下がりそうかなっていう書き方っぽいよね。まあこれは嬉しい。例えばだけど、ハルモニアとかさ、役上系だよね。役上系って第3スキルがさ、ダメ上限アップ 7% じゃん。だからもうそれ2本入れちゃうと、もう 14% ダメ上限稼げちゃうんだよね。そう。そこら辺でもうすでにダメ上限が稼げちゃうので、20% 上限って一瞬で溢れちゃうんだよな。このリミットって。うん。
まあだから、約定武器の4突ってそんな大きなメリットねえなって俺思ってたんだけど、まあそこら辺が、まあメリットになるみたいな感じだね。これ嬉しい。オーバースキルマルチ、DATA が上限を超えた効果量に応じて連続攻撃時に確率で追加ダメが発生。これおそらくだけどドパーン追加ダメパーンみたいなさ、1回だよね、1回じゃないのかな。まあこれはどうなんだろうね。ヒット数が増えるよね、普通に考えてヒット数が増えるから、まあどうなるのか。でも、連撃バフで 100% 超えたとしても、追加ダメは発生しないでしょ、さすがに。だから、装備の連撃バフっていうと 75% なので、結構、ここら辺の連撃を超えるのは難しそうに見えるけどね。うん。まあ、DATA バフとかで溢れた時に追加ダメ発生するんだったら、環境とか、まんぐり変わるけど、まあ、さすがにないかなというようなところっすかね。オーバースキルマルチ。まあ、あとは、まあ、バブさんの石とかがあんまり意味ないよね、これね。あ、でも待って。古戦場の肉集めやばくない？古戦、まあ、この確率を確定にできるのであれば、古戦場の肉集めで追加ダメージを発生させて、あの、肉を集める、みたいな動きが出てくるから、まあ、そこら辺で、ちょっとあれかもな、っていうところはある。まあ、あとはオーバースキルクリティカルで攻撃倍率上がるってなると、古戦場の肉集め両面ゼウスとかを使ってた場合、例えばね、後ろにサンダルフォンがいないと、クリ率が溢れて攻撃倍率が上がらないから火力が足りないとかね。六竜石を貫突しないと攻撃倍率が上昇しないから、クリ確定編成だけど火力が足りない、同じ装備なのに火力が足りないとかなるんじゃないかな。結構すごいことになってるよねこれね実は結構すごいかもしれないというあれはあるとだけは言っておこうかな。はい、次、アーカルムの転生がアップで、これ嬉しいね。正直言っていい、アーカルムのパスポートね、溢れてる。もう使わずになんか、ああ90枚だみたいな、結構なってる。簡易探索においてアーカルムパスポートを複数枚使用してステージ1の1から9の2まで一気に探索が可能。ステージ3の3から6の3の強敵もスキップっていうことで、これ嬉しい。で、アーカルムの転生アップデートで、ミクリアのステージは初回探索時パスポート必要数0枚と、簡易探索でミクリアステージがあっても9の2まで一気にパスポート消費0でクリアできるようにという感じですね。はい、まあ楽になったって感じかな。バトル系称号。これ来たね。絶対さ、運営最初、あれだよな。これ、ソロでできると思ってなかったと思うんだけど、できるようになったよな。スーパーアルティメットバハムート。すごいよね。まあ、一回やんねえとな。3月10日のアップデート以降に達成することで獲得できますと。もう忘れたよ。もう忘れちまった。どうやってクリアしたっけ。で、召喚石オプティマスシリーズの限界超越が来ました。これでかいっすね。オプティマスに限界超越。レベル250まで召喚石の強化が可能になります。1段階につきアニマを1つ消費。この〇〇のアニマは、ここら辺の紙石を砕くことによって手に入れられる。で、強化を進めると加護と召喚効果がアップしますと。まあ、オプティマスグローブっていうゴールドムーンとかで交換できる。あとさっき言ったあの、マンスリーパス。のやつでも、なんか交換報酬にあってね。なんか2個とかだっけ？ 2 ヶ月に1回ぐらいもらえるのかな？オプティマスグローブ。まあそんなわけで、1段階につきアニマを1つ消費して強化を進めると、加護と召喚効果がアップして、アップした効果量がすごいのよ。見てよこれ。アグニスが奥義ゲージ 25% アップ。これがまず嬉しいよね。アグニスの奥義ゲージ 25% アップは、ね、なんか、ルシゼロとかだったらクソ嬉しいと思う。なんか使いやすそうだよな。奥義編成とかも全然いけるね。で、グレンの効果が 170% アップまで上昇して、メイン召喚石に装備した際に属性攻撃力 30% アップ。だから、まあ、サブカゴっていうよりもメインカゴかな。メインカゴ用に持っておきたい。で、フレンドでバハムートとか、フレンドで、超越ルシとか、まあ、そのあたり、入れた方がいいのかなって感じだね。で、効果が 170% アップになったので、まあ、ミカエル入れて190じゃん。で、ウィルナス入れて230。だから、スキルエンハンスのためには 50% 必要だよね。
あの 280% 以上極波とか極技とか極王とかあのあたりの武器スキルエンハンスで考えるとオーバーライドは2本絶対やり2本必要みたいな感じだな、うん、オプティマスファイヤー片面加護で、加護効果量が 280% 以上を条件にするスキルを発動させるためには絶対やり2本、ほらあと1本か、で、サブカゴもあります。サブカゴが属性キャラの飛行撃 20% アップ HP 20% アップということで、まあこれはあれだな、アーカルム石の上位みたいな役割も持ってそうで、まあメインカゴとサブカゴ2枚欲しいかな、だから、サブカゴ用とメインカゴ用に貫突が2枚あると幸せみたいな、そんな仕様になってるっぽいね。で、バルナは非属性ダメ軽減がついてて、で、ティターンが4ダメ上昇ですね。相変わらずあれだね、属性縛りがないからティターンは、まあ他属性に出張する機会もあるかもね。で、風属性。ゼペロスは弱体一つ回復。ここは割かし控えめだなって思った。まあ、もともとね、ディスペル要因で召喚、ディスペルを使いたい時に召喚する石だったんだけど、クリアの時に使えるよってなったとして、なんかまあ、使う機会が枝分かれしちゃうだけなので、まあ、そんな、なんか結構控えめ強化かなとは個人的には思いましたね。まあ、ただ、ルシゼロとかは、裂傷解除したいなとか、そういう時もあるので、まあ、そういう時に結構使えるっていうのは、でかいポイントかなって思います。はい。で、これ嬉しい。ゼウス。ゼウス、高揚もらえるんだよ。強くない？これ。普通にめっちゃ嬉しいんだけど。ゼウスの高揚めっちゃいいじゃん。奥義打ち放題チャンネルよ。まあ、これはもう動きが結構変わるんじゃない？特に光属性の高難易度はコスモス採用とか増えたし、まあユニとか、ユニの一闇の回、ユニのさ、愛し子の願いレベルの回転率も上がるし、まあコスモスは奥義打ちやすくなるしとか、まあ結構ね、使いやすい優秀な効果をもらったなといったようなところです。で、ハデス。ハデスはランダムな弱体効果を2つ付与ということで、まあ弱体個数を稼げるっていうのは魅力かなとは思うんだけど、元来睡眠入んねえからな。元来睡眠入んねえから、まあ、デバフ2個か。まあ一番控えめ強化かなとはハデスはちょっと俺は見て思ったけど、どうだろう。で、次は、ログインポイントで交換できる、ポイントにターニャ専用スキンが追加されますと。はい、ターニャかわいいし。で、3月25日に、6属性マルチバトル追加予定。第1弾はティアマト・アウラ・マグナとシュバリエ・クレド・マグナということで、まあ、この2人が追加されますね。ただね、まあ、ここら辺って考えると、やっぱ神石からスタートするんだね。マグナ石の強化とかは25日みたい。まあ、だから最初は10日は神石みたいな感じになりそうだね。で、25日にまず2人来て、5月2日にさらに2人来て、6月3日にさらに2人来る。みたいな感じだね。段階的に分けてアップデートされていくみたいだな。で、これらは各属性武器3本、落とす。3種類落とすって書いてるね。バトルシステムバージョン1による18人制のマルチバトルで、ボス属性に対応する新たな武器が3種類ずつドロップするという。まあ、マグナ3。新しい、まあ、どういう武器が来るのかって話だけど、まあ、マグナ2の状況を鑑みると、結構よくわかんねえ武器が来るので、まあ、この3種類という文言にあんまり期待はしていないかも。なんか、明らか外れやろみたいなやつがマグナ2の時にあったから、マグナ3も、まあ、そういう、いつか多様性で使うかみたいな、先生の結界とかついてるだろう、どうせ。俺は詳しい。先生の丸の結界みたいな、なんか結界系の武器とかワンチャンあるんじゃないかな。意外とでも嬉しい。クレドマグナに、後陣プラス結界ついてたら嬉しいかも。後陣プラス結界って結構嬉しくない？結界ってスキルは、まあ、初手からバリアがつくよっていうスキルなんだけど、バリアがついてると、追撃がつくとかあるんだよね。光属性はボレミア。光の SSR ボレミアがなんか追撃とかつくし、連撃率アップとかなんかあったし、火属性も、スカーサハ。火のバレンタインスカーサハだよね。バリアついてると追撃がつくみたいな。なんかそんな効果があったんだけど、
まあ、後陣プラス結界とか、まあ、そういうスキルついてたら、割と熱いかも。うん。なんかそういう、なんかでも普段使わないじゃん、そんなん、全く。そういうのが出てくれたら嬉しい。とは、俺は思うんだけど、どうでしょうかね。はい。で、マグナシリーズ限界超越で3月25日、まあこういう感じだね。だから日程的には少し遅れるよっていう話。うん、時の流砂いっぱい使うらしいよ。持ってねえけど俺は。で、遊び方ガイドがアップデート。キャラクターチャートで10天守の限界超越、10賢者の加入までを新たに目標設定することが可能ですと。で、これ、4月4日、あ、4月4日なんだ。10天守10賢者から計8キャラクターの調整を実施予定ということで、10天守10賢者キャラ調整決まる。これ、熱いっす。ちなみに。なんでかっていうと、10天守のシスは、これで、あれになった。簡単に言うと、シスってね、昔から強かったわけじゃないんだよ、実は。これで、このキャラクター調整で、あれになってしまったんだよね。五条悟になってしまったんだよ、彼は。うん、悟は最強になった。だからちょっと期待だね。ウーノ、ソーン、カトル、フンフ、エッセル、マリア・テレサ、エスタ、フラウ。まあ、ウーノは、TA 率、TA 確定とか、まあ、ちょっとそのあたり欲しいかな。まあ、攻撃大幅アップ1ターンは唯一無二なので、まあ、最高度を TA 確定、あたり欲しいな、正直。うん、で、まあ、ソーンは、なんだろうね。ソーンは何が欲しいんだろう。ソーンは、なんなんだソーンは何が欲しいんだ一体。俺にはわからねえ。で、カトル。まあ、カトルもともと奥義効果が追撃ついてて、面白性能というか、まあ、古戦場の200ヘルとかでワンチャン使ってる人もいたけど、みたいな感じだけど。まあ、どう強化されるのか、楽しみだね。まあ、フュンフは、まあ、回復とか、まあ、自動発動系が来そうかな。うん、自動、なんか条件付け自動発動とかでめちゃくちゃ耐久力が上がりますよ、みたいな選択肢とかにワンチャンになったりすると嬉しい。まあ、あと、紅葉とか奥義ゲージ系が、まあ、高難易度攻略キャラだから、奥義ゲージ系が来ると嬉しいっちゃ嬉しいか。で、エッセル。エッセルね。エッセルは、超越後のメリットが薄すぎるから、まあ、超越後のメリットをなんかより伸ばした火力特化の形にしてほしいかなとは思うけど、うん。意外とエッセルはすごいことになるかもな。で、マリア・テレサ。まあ、まあ、そうだろうね。そうでしょうねの気持ちです。まあ、楽しみだね。エスタは4アビじゃない？ 4 アビに調整して、なんか使いやすくして、まあ、4アビ取得のメリットを増やすのかなって感じ。フラウは4アビのデメリットを削って、うん。まあ、4アビを使いやすくしてなんかどうにかしたいのかなーって感じはするけど。まあ、もしくは、まあ、自己再行動とかつけるとか面白いかもね、うん。自分でなんかもうデフォルト4ターンの間再行動。効果、4アビの効果据え置きでさ、再行動ついて、3アビの自動発動がもう自己でどんどん発動していくようになるとかだったらおもろいかも。TA 確定追撃再行動とか。盛りすぎかそういうのがあったらおもろいかもなーとか思うけど。うん。まあ、そんな感じですね。これ楽しみだな、マジで。で、次。トライアルバトルでエクストラ編成が使用可能に。まあ、逆に今まで使えなかったのが意味わかんなかったから、まあ、これは助かるね。うん。エクストラ編成。で、レバンスシリーズに天波の祈りを追加予定ですと。はい。天波の祈り来ましたね。で、シェロカルテの特別訓練。まあ、これがあれだな、グラブル道場みたいなやつが、まあ、これになったって話だって。特別訓練で初心者の旅をサポートする新コンテンツ、すべての課題を達成すると、レガリアシリーズ、マグナ2だね。週末の神器の揃った、編成が完成。まあ、最低限の装備がパコンとできるっていうような感じかな。はい。で、段位ごとに一定のランクに到達するため、全クエストの獲得 RPXP が5倍に。うん。で、初段2段がランク80になるまで5倍、3段4段がランク120になるまで5倍、5段7段がランク151になるまで5倍。まあ、だから要するに、まあ、初段2段、まあ、クエスト進めながらランク上げるのも頑張りましょうみたいな感じかな。確かにね、グラブル今ね、新規で始めるとね、ランクがなんかランク上げで止まるんだよね。
なんか最近初心者の人が、皆さんなんかグラブル私も始めましたみたいな、そんな人がいて、まあ、どうすればいいですかみたいな人がいたんだけど、俺はね、ランクを上げろとしか言うことができなかった。心苦しくなったかも、確かに、あれは。まあもう、あとはランク120で、マグナ2出るまでランク上げしかすることないっすね。うん、天使武器進めながら、ランク上げっすね。ランク上げた方がいいですよ。としか言えなかった自分が悲しかったよね。まあだから、ランクの上げやすくなるのはすごい嬉しい調整かなとは思った。うん、で、シェロカルテの特別訓練、各属性の初段達成で属性ごとに1体ずつ、ナルメア、メーテラ、リリー、ユエル、アレーティア、アルベール、うん、結構嬉しいキャラ多いんじゃない？ユエルも嬉しいし、リリーも嬉しいし、まあ、アレーティアが一番嬉しいだろうね。アレーティアが一番強いから、まあ、土属性頑張って強化していきましょうみたいな感じになりがちかも。ここまでキャララインナップだと、自分の引いたキャラにもよるけどね、うん、ガチャで、まあ、アレディアが抜けて強いかもな、とは正直思う。で、すべての課題クリアすると、リミキャラのいずれか一人が手に入る、うん。これはね、誰がいいんだろうね。まあ、俺の気分的にはイオなんだけど、まあでも、オイゲン、ラカム、ロゼッタあたりは割と使いやす、まあ、ロゼッタは使いやすくはねえけど、一番マシそうなのはロゼッタに見えなくもないけど、ちょっと上級者向けすぎか。ラカムかオイゲンが初心者には使いやすいんじゃないかな。アビダメ主体だし、うん、なんかアビダメとか奥義主体だから使いやすそうに見えるけど、どうだろう。フェリもね強いけどね、うん、という感じかな。で、次レフィーエ、浴衣レフィーエが追加されますと、はい、あと水着キャラクターが公開できないけど2人追加されるよって言われてるね、うん、エルモートが浴衣バージョン、水着キャラも2人追加されるっていう告知がありつつ、4月4日にルシオの最終上限解放、まあシナリオでね、出てったよね、出てなかったっけ、俺の妄想じゃなければ俺の存在しない記憶じゃなければルシオいたよね、うん、まあちょっとなんか最終上限解放の準備は整っているような感じなので、はい、ルシオちょっと最終上限解放楽しみだね。で、ハートオブザサンですね、第3章エンディングクリアでとあるキャラクターが仲間に、仲間キャラが増えるっていうのはもう告知されて確定しましたね。一応なんかちょっとぼかした文言というか、ゲーム内文言でさ、なんか神秘を仲間にしようみたいな、なんか書いてあったけど、うん、キャラクターが仲間になるっていうのが確定した瞬間だね、これが。で、ホワイトデーが3月14日、ブレイブグラウンドが、開催されます。ブレイブグラウンドは新しく武器でグシスナウタルっていう光の弓だね、うん、光属性弓多いよな。で、まあ覚醒と5段階目の上限解放が追加されて、アーカルムの転生ガイデンが3月22日より開催されますと。で、EX ポーズも、ここでね、ちょっとラフ画的なやつが公開されました。で、エイプリルフールが4月1日開催予定ですと。まあ、結構、まあ、これネタバレになっちゃうんで、ちょっと10秒ぐらい耳塞いでほしいんだけど、まあ、サンリオ、うん、サンリオだね。だったな。うん、サンリオの、なんか新キャラみたいなのがエイプリルフールで入ってたような気がする、はい。で、敵の属性は闇属性、古戦場だね。4月7日より闇属性の古戦場の前にルシオが採集されるんだ、やばの前にルシオ採集されるんだね、すごいね。で、今回から戦火ガチャの転生機を何度でも変更可能。さらに、家宝の小箱を開封して入手できるトレジャー、極星の昇格と交換で手に入る新たな極星機を追加しますと。まあ、光の、ん？闇か。闇だから拳がもらえるのかな。まあ、極星機が新たに追加されます。で、ジョブスキンが延長してたんだけど、6月開催予定の決戦星の古戦場より1段階ずつの追加予定とさせていただきます。グレードアップ後の2段階目のラフイラストを先行公開ということで、うわなんかかっこいい青年、なんか興味なさそうな顔してる興味なさそうな顔してるわ。興味ないね。グランストレイフね。で、4月21日より師匠降臨を開催予定。本日は姿勢のラフイラストを公開。4月の開催より師匠武器、
なんだっけこれ、マサカリの強化を進めると対応する非属性の姿勢を仲間にできるように、姿勢は開催ごとに一属性ずつ順次登場予定ですと、うん、可愛かったんだよね4人とも、うん、なんか女の子、なんか全員女の子だった。男来るのかなーと思ったら女参加、男来るのかーと思ったら女だったうん、ということで非属性のおっぺーがでけえ女がやってきたと。これドラフ角、これ耳飾りでなんかヒュー、あードラフ、ドラフっぽいな、耳が尖ってるからドラフか、なるほどね。あーでもあれだ、さすがに種族は全振りだね。ハービン、ドラフ、ヒューマン、エルーンかな、うん、はい。で、次、師匠降臨が5段階目の上限解放段階を追加されると、うん、で、姿勢のフェイトエピソードが解放されて、専用トレジャーを消費すると姿勢が加入すると。で、大事なものは姿勢の霊老杯、を獲得できます。姿勢の霊老杯ってやつは放置しておくと勝手に強化されて、で、まあ、姿勢も勝手に強化されるらしい。放置するだけで、所持してるだけでステータス効果アップで、放置で強化が進んで、放置で、なんか、ついでに女も強化されていくみたいな。そんな感じだね。で、次。巻き戻し対応がリセット。で、次、ジョイサウンドと、ジョイサウンドコラボイベント、うん。ちょっと行きたい！コラボルーム。ジョイサウンドの、ちょっと気になっちゃいますね。アニメイトが特別なフェアを開催。ちなみに今秋葉原でも広告出てるね、グラブルの、うん、結構グラブル広告いっぱい出してるという話で、タンブラー付き書籍が登場。タンブラー付き書籍、10周年記念ブックレット、これ385円ですね。で、コンプティーク、ファミツ、君と僕の未来、エウロペのキャラソン、これめっちゃ気になってた。ごめん、うるさくて。ウイスキー。10周年を記念した特別なウイスキーが登場予定。これちょっと買おうかなと思ってます。発売時期などの詳細は後日発表予定。俺ね、こういう、これウイスキー好きなんで、うん。たまにね、ストレートが好きです、僕は。ストレートが、最近のお気に入りはね、ストレート。うん、白州のストレートが好き。で、サマンサ・ベガとのコラボグッズということで、はい、まあ、ここら辺ですね。で、キューポッドのコラボ、うん、グラブル格付けチェック、生放送ですね。生放送じゃねえや。番組？生放送ではないのかな、うん、?5 月上旬放送予定。で、ホワイトデーキャンペーン、うん、グラサイキッチン来ました。グラサイキッチンのね、今月のね、なんかイラストいいんだよね。で、グラブルエクストラフェス開催予定。マリンメッセ福岡、宮城、名古屋、うん、神戸。神戸か！うわ、神戸いいな。神戸行こうかな。俺、神戸のさ、サウナがすげえ良かったんだよ。神戸はね、サウナが良かったですよ。はい。おすすめです。で、あとは何？あとは、まあ、まあ、ないか。オーケストラコンサート開催予定。東京ガーデンシアター。うわぁ、聞き覚えあるわ。で、スカイリープ。あ、これね、ちょっと押さえておきたい。今なら毎日報奨石200個もらえる。スカイリープでログインするだけで石がもらえるんですよ。3月10日の明日の5時から。うん。このね、ログインするだけで石200はね、結構でかいんで、ちょっと忘れずに行きたいですね。俺も結構忘れがち。スマホでログインしないがちなので、あれなんですけど。スカイリープログインするだけで石200個もらえる系はね、結構美味しいので、うん。おぬぬめっす。で、あとガチャピン来ますね。うん。最後はここかな。ガチャピンで、毎日最高100連無料と。で、20、30どっちかが当たる剣術ムックと、10、20、30、100のどれかが当たる、チャレンジガチャピン。毎日好きな方を選んで回せますと。で、今回はアニバーサリーゾーンっていうのが追加されて、アニバーサリーゾーンに泊まると、まあ、あの、あれだな、カイジの二段クルーみたいな、カイジの沼の二段クルーみたいな感じで、まあ、その二段クルー目に入ると、アニバーサリーゾーンになって、まあ、こうなると、50、60、70、80、100連無料か、ガチャピンゲージのリセットなしでガチャピンモードに突入するか、無料10連ガチャ、SS レア出現率 100% っていう、まあ、そんな卓ですね、うん。
恐ろしい恐ろしいものが来てます。で、さらに最終日の3月30日は100連確定でレチェフェス同時開催、12時から開催されるから気をつけてねって告知がありますね。はい。で、あとグランデフェス3月19日も100連確定でグランデフェス同時開催。グランデフェスは19時かな、うん、まあ、19時あ、なるほど、3月15日のグランデフェスで新キャラがあー、なるほど、ピックアップなしのグランデフェスが追加されるっていう話か、うん、3月15日に新キャラが来てで2段階目グランデフェスで無料100連だよっていう、まあ、武器掘りならこっちみたいな感じになるのかなというところですかね。あとそうだ、10周年生放送開催記念で石が1万個とダマスカスとニューワールドクォーツもらえてます。いや本当にね、今年はね大盤振る舞いなんだよね、配布がすごいよね、めっちゃもらえた気がするわ、うん、恐ろしいぐらいもらえたような気がしたんでびっくりしましたね。まあ、僕もちょっとリリンクやりながらダラダラとね音聞きながら、ね、画面見ながらちょっとやってたんですけど、はい、ちょっとこれはもらえすぎだろうって思いながらやってましたね。はい。リリンクの新情報もね結構テンション上がったし、今回の10周年生放送はマジで俺はねモチベーションが高かったなというところですけど、はい、そんな感じでした。皆さんもなんかご意見あったら下のコメント欄で教えてください。ほなまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。